やれやれ、ようやく戻れたか。おおきに、ここまで送ってくれて助かったわ。お礼なんてやめてよ。俺たちがいなくてもあんただったら平気だったろうさ。ボーガンとは古風だが、なかなか大した腕前だったぜ。いや、巡回神父なんて町外れに行くお仕事ですから、最低限の武装はしとるけど、やっぱ本職にはかなうんですわ。そうかな。十分遊撃士としてもやっていける腕前だと思うけど。もうエステルちゃんってば、人をおだてるのがうまいんやから、お兄さん本気になってまうで。何の話をしてんのよ。それは置いておいて、さっきの幽霊の話やけど、ルーアン礼拝堂にも何人か相談に来とるらしい。ただテオドロ教区長によると、普通の霊とは思えないそうや。普通の霊じゃない。教会の教えでは、人が死んだ時、善なる魂は空に昇るんだったな。ええ、反対に罪を負った魂は暗き煉獄に落とされるんですけど、たまにその枠からはみ出て、どちらにも意見魂があるらしい。それがいわゆる幽霊やと教会では一般的に言われておりますわ。さまよえる魂ってことね。でも普通じゃないって一体どういうことなのかしら。普通の霊は多くの場合、何かに縛られていることが多い。場所だったり人だったりな。やけど今回の幽霊騒ぎにはどちらにも当てはまらん。せやから教区長さんもしきりに首をひねっとったで。なるほど、そういうことか。ま、調査の参考にでもしたってや。ほな、俺は礼拝堂に戻るわ。またな、エステルちゃんたち。助言はなかなか聖職者っぽかったけど。やっぱりどう見ても神父には見えない人ね。まあ、巡回神父なんて変わったやつが多いからな。昔ラベンヌ村に来てたやつも結構変わった親父だったぜ。そうなんだ。さてと、目撃情報はまだ残って、この調子で次も行こっか。ああ、そうだな。Thank you.
の石書、ずいぶん久しぶりな気がする。ここにあれを見た兵士さんがいるのよね。ああ、ジャンが言うにはな、
まずは関所の隊長に会ってドイツが見たのか聞いてみるぞ。うん、こんな綺麗な場所であれが出るなんてね。白い影だのあれだの、いい加減往生際が悪いな。素直に幽霊だって認めろや。ああ、もうほっといてよ。気にならないようになんとかごまかしてるんだから。すみません、遊撃士協会の者なんです。ああ、ご苦労さん。おや、確か君は公爵閣下が来た時の覚えてくれてたんだ。いやいや、あの時ほど君たち遊撃士のありがたみを感じたことはないからね。それで今日はどうしたんだい？実はこの関所で白い影を見かけた兵士さんがいるって聞。なんだ、ギルドにまでその話が伝わっていたのか。全く面目ない。お恥ずかしい限りだよ。お恥ずかしいって？幽霊を見たなど寝ぼけていたに決まっている。そのような気の緩みは有事では命取りになりかねん。そして部下の気の緩みは隊長である私の責任だからな。あいにくだが、そいつはあんたの方が早とちりだぜ。その幽霊、ヌーアン各地で目撃されてるって話だからな。なんだって？そうだったのか。てっきり寝ぼけていただけだと思ったんだが。いや、それは確かに私の早とちりだったようだ。ニクスには悪いことをしたな。ニクスさんっていうのが白い影を目撃した兵士さん？なあ、そうだ。カルデア水道の入り口で立証しているから直接話を聞くといい。私からの許可を。うん、分かったわ。お、水道に出たいのかい？ちょっと待っててくれ。今門を開けちまうから。あ、うん、通りたいわけじゃないの。私たち遊撃士協会の者なんだけど、白い影について聞き込み調査をしてるんだ。それってひょっとして でもあれって俺が寝ぼけてただけじゃ。うん、そうじゃないわ。実はあなた以外にもルーアン各地で白い影を目撃した人がいるのよね。あんたもここの隊長もそのことを知らなかったらしいな。悪いことをしたって言ってたぜ。そうだったのか。いや、安心したよ。夢にしちゃリアルだったからな。夢じゃないって分かったらいきなり怖くなってきたな。気持ちは分かるかも。まあそれはともかく、その時のことを話してできるだけ詳しく具体的に。ああ、分かった。3日前の真夜中、俺は立証で同じようにここに立ってたんだ。ここって滝の音がすごいだろ。でもそのリズムに慣れちゃうとかえって眠くなるんだよね。ちょうど飯を食って交代したばかりだったから余計に眠くてさ。だから眠気を払うためにこの上を行ったり来たりして保証していたんだ。その時さ、俺があれを見たのは。そっか、それって
った？白くてぼんやりしてて古めかしい服を着てたよ。それが滝の真上でくるくると踊っていたんだ。俺もゾッとしちゃって思わずライフルを構えてさ。えぇ、ー、よれじゃなくてそれを撃ったの？ああ威嚇射撃のつもりが当てちゃってさ。だけど当たった様子もなくてその場にぼんやり浮かんでいて、いきなり北の方に飛び去ったんだ。これは本物臭いな。その後慌てて中に戻って隊長たちを起こしたんだけど、立証中に寝ぼけるとは何事だ。しかも無用の発砲までしたのかって大目玉を食らっちゃってさ。はあ、散々だったよ。ご愁傷様です。まあ夢でも見たと思って忘れるのが一番よ。うんうん。そんな風に言われてももう忘れられないってば。何が理由でさまよっているのか知らないけど、なんとかしてやってくれ。遊撃士なら例の悩みとかも解決できるんじゃないか。やめてよね、神父さんじゃないんだから。でも確かに何か出てくる理由はあるのかも。なんとか頑張って調べてみるわ。ああよろしく頼むぜ。そんなにはしゃいだら転んでしまうぞ。でも本当ありがとう。あなた一緒に連れてきてくれて。いや君たちにはいつも寂しい思いをさせているから、このくらい当然の家族サービスさ。うん、仲の良さそうな家族ね。旅行に来たのかしら。ああそうみたいだな。ひょっとしたら外国から来たのかもしれない。はあ、なんてすごいのかしら。見ているだけで吸い込まれそうになってしまうわ。ねえそこのお姉さん、この滝ってなんて名前なのかしら。こんなにたくさんの水どこから流れてきているの？いきなりね。この滝はエアネッテよ。バレリア湖から大昔の水道を通ってここまで水が流れてきてるってわけ。バレリア湖って知ってるわ。飛行船で到着する前に見えたとっても大きな湖のことでしょ。うん、そうだけど、ひょっとして外国から来たの？から来たんだから。そっか、レンちゃんって言うんだ。かわいい名前ね。そうでしょ、だってパパとママがつけてくれた名前なんだもの。レン、お姉さんをあまり困らせちゃダメよ。すみません、見ず知らずの方にご迷惑を。迷惑かけてないもの。気にしないでください。外国から来たみたいだが、リベールには旅行に来たのかい？ええ、私は貿易商でリベールにはよく来るんですが、訪れるたびにこの国の美しさにすっかり参ってしまってね。それで今回は商談がてら私と娘を連れてきてくれたんです。珍しいこともあるものですわ。いいですね、仲のいい家族で。羨ましいでしょ、パパは出張ばっかり
るし、ママはいつもニコニコしてて美味しいお料理を作ってくれるのよ。そうなんだ。お姉ちゃん羨ましいぞ。まいったな。すみません、まだまだ子供なもので。ねえ、お名前教えてくれる？レン、お姉さんのことなんて呼んだらいいのかしら。おっと、名前を教えてもらって答えないのは失礼だったわね。私はエステル、エステル・ブライトっていうの。遊撃士をしてるんだけど。遊撃士って知ってるかな。もう子供扱いしないで。でもお姉さんって遊撃士さんだったのね。怖い魔獣をやっつけたりするんでしょ。そういう時もあるかな。ほう、遊撃士でいらっしゃるか。その年で遊撃士なんて。まだまだ新米ですけど。リベールの各都市にはギルドの支部がある。旅行中困ったことがあったらいつでも頼るといいぜ。これはどうもご丁寧に。では私たちは宿泊の手続きをしてまいり。ほらレン、行きますよ。お姉さんたちともうちょっと話していたいのに。ねえお姉さん、今度会ったら一緒に遊ぼうね。嬉しいな。またね、エステルお姉さん。ずいぶん混ぜたガキだったな。ティータよりも一つか二つ年下ってところか。どうした？おっさんでも思い出したか？ちょっとだけ。あとヨシアと会ったのもあの子くらいの年だったなって。そうか、目撃情報は全部当たったが、そろそろルーアンに戻るか？手直してきた。
やっ！手直してきた。話題の市長選を取材しに来たに決まってるだろ。で、妙な事件が起こってるって聞いてギルドに事情を聞きに来たわけさ。妙な事件って例の白い影のことね。実は君たちが調べている間に市外で別の目撃事件があってね、市民の間にも徐々に動揺が広がっている状況なんだ。そうか、だんだん大ごとになってきたな。そして極めつけがこのお嬢さんが撮った写真さ。これはかなり有力な資料になると思うんだけど。写真って、心霊写真ってやつか。そうなのかな。ホテルから夜景を撮ってたら偶然写っていたからよくわからないんだけど、とりあえず見てみてくれる？なんつうか決定的なんじゃねえか。そう決めつけるのは早いわよ。オーバルカメラの調子が悪かっただけかもしれないし、故障ってことはありえないと思うよ。中央工房で買った最新機種だし、メンテナンスもバッチリだもの。そういうことにしといてってば。エステルちゃん怖い。まあそういうわけでかなり具体性を帯びた話になってきちゃったんだけど、この件はマスコミと協力しても損はないと思う。早速各地で調べてきたことをここで報告してくれないか。うん、一応3カ所で調べたけど。大変だ。どうしたの、そんなに慌てて。強盗でも起こったか。いや違うんだ、ノーマンさんの支持者とポルトスさんの支持者が言い争いを始めちまって、ラングランド大橋で睨み合っている状態なんだ。あ、なんですって。ノーマンとポルトスいや、どっちも市長選の候補じゃねえか。ほほん、
そりゃいいネタだな。ドロシー、とっとと行くぜ。あいあいさエステルちゃん、また後でね。なんて素早い。念のため俺たちも行くか。喧嘩になりそうだったら間に入って仲裁するぞ。すまない、よろしく頼んだよ。とぼけるんじゃない。ホテルに現れた幽霊ってのがあんたたちの仕業だっていうのはもう分かってるんだよ。ノーマンさんの息子さんもショックで寝込んでるんだぞ。やりすぎだとは思わないのか。その息子ってのはレイブンの不良じゃねえか。そんなのくでなしの言うことが信用できるかよ。ちょっと待ちたまえ。私個人を批判するならともかく、家族を攻撃するのは卑怯だろう。そのろくでなしというのは撤回してもらおうじゃないか。確かにそれは言い過ぎかもしれないね。ちょっと主任、そこで納得しないでくれよ。あんたがそんな弱腰だから観光推進派が調子に乗るんだ。なんだと。調子に乗っているのはあんたら公安維持派じゃないか。幽霊騒ぎなんてせこいて使って嫌がらせなんかしてきやがって。じゃあヒートアップしてるわね。これは止めた方がいいのかしら。喧嘩沙汰にはなってないからまだ早いかもしれんが、いざ喧嘩が始まったらすぐに止められるような場所に移動しておきてな。と言っても見物人が多くてとても前に進めないんだけど。まったくナイアルたちってば、ちゃっかり前を確保しちゃってさ。もう我慢できねえ。てめえらみてえな軟弱野郎が腕っぷしで勝てると思うなよ。上等だ。やってやろうじゃないか。ノーマンさんの名誉は僕たちノーマン商会員が守る。やめたまえ君たち、暴力はいかん。暴力はみんな抑えてくれ。ここは冷静に話し合いを。悲しいことだね。争いは何も生み出さない。虚しい亀裂を生み出すだけさ。そんな君たちに歌を贈ろう。心の断絶を乗り越えてお互いに手を取り合えるような、そんな優しくも切ない歌を。日の光映す虹の橋、駆け渡り君の元へ。求めれば空に溶け消えて、寂しいと風が歌う。届くことなどない、儚い願いなら、せめて一つ傷を残そう。初めての約束、守らない約束。君の吐息を琥珀にして、永遠の夢閉じ込めよう。
みんな感じてくれたようだね。ただ一つの真実、それは愛は、今風に言えば Love is eternal。 とりあえずポルトスさん、ここは一旦お互い頭を冷やした方が良さそうだな。ええ、そうですね。通行の邪魔にもなりますし、みんな一旦港の方に戻ろう。そうだ、チラシを配らなくちゃ。みんな逃げた。気持ちはわかるぜ。どこの国でも民衆が熱しやすく冷めやすいのは同じだな。いや、真に恐るべきはみんなの平常心を取り戻したこの奇跡のごとき戦慄か。さあ記者諸君、思う存分写真を撮って取材してくれたまえ。うわー、いいんですか。それじゃ遠慮なく行きますね。はい、チーズ。うーん、マーベラス。その、俺はさっきの話を聞かせてもらおうかね。うん、早いうちに報告しないと忘れちゃいそうな気が。とっととギルドに戻ってジャンに報告するか。おや、ちょっとエステル君、どこに行こうというのかね。待ちたまえ。いや、どうか待ってください。おお、いい表情ですね。とってもキュートです。まったく、なんという薄情な。久しぶりに再会した運命の相手に向かってこの仕打ちはあんまりだよ。何が運命の相手なんだか。だいたいオリビエってばどうしてルーアンにいるのよ。エルモの温泉に投入してるんじゃなかったの。実はミラーからもみじ邸に連絡があってね。エステル君が戻ってきたことをわざわざ知らせてくれたのだよ。これは挨拶せねばと思って飛んできたわけなのさ。ありがたいんだけど素直に喜べないような。でも生誕祭以来挨拶もできなかったよね。ありがとうオリビエ、また会えて本当に嬉しいわ。そう、エステル君が素直だと調子が狂うような。もっと激しく突っ込んでくれないと、その欲求不満になってしまうよ。顔をあからめながら不穏な発言するのはやめい。ジャンさん、これがクーデター事件の時に協力してくれたオリビエ、エレボニアから来た演奏家なの。はあ、なんというか強烈な人だね。しかしそれだったら一緒に話を聞いてもらっても構わないのかな。本来なら部外者ってことで追い出すところだが、人の話を聞くやつじゃねえし、放っておくしかなさそうだな。さすがはアガット君だ。僕のことなら何でもご存知のようだね。さもマブダチのように語りかけてくるんじゃねえ。あの時一緒に戦っただけでろくに話したこともねえだろ。まあ流す方向で。オーケー、その方が良さそうだね。どうでもいいや、さっさと話を聞かせてくれ。こちとら市長選のネタを集めなきゃならねえんだからな。はいはい、分かってるわよ。それじゃあ聞いてきた順に目撃情報を報告するけど。なるほど、
ずいぶん具体的に集まったね。少なくとも何かをつかむには十分すぎるほどの情報だよ。そうかしら。まあさっき騒いでいた市長選の相手陣営を妨害するためのいたずらって線はなさそうだな。ノーマン氏の息子はともかく、孤児院と関所の兵士を脅かして効果があるとも思えんし、実際亡霊は空を飛んでいる。一般人が簡単にできるトリックじゃないはずだぜ。それじゃあやっぱり本物の幽霊さんなんですよ。多分仮面をかぶらされて幽閉された挙句におかしくなった大昔の貴族かなんかね。数百年の時を経た今、怨霊としてよみがえったんですよ。そんな怖い話をさも嬉しそうに言わないでよ。第一、幽霊っていうのは人か場所に縛られているらしいし、やっぱり違うんじゃないかしら。いや、それはどうだろうね。何よ、オリビエ。気づいたことでもあるのは？いや、幽霊かどうかというのは僕にも判断がつかないが、エステル君の報告を聞いていて、いくつか気になる点があってね。その白い影が人と場所に縛られていないという説には少々疑問を呈したいのだよ。へえ、大したもんですね。僕もちょうど同じことを考えていたところですよ。やはりか。旅行者の常、僕は最近王国地図をよく眺めるんだが、まずはルーアン地方のエリアに注目してもらった方がいいかな。さて、エステル君たちが調査した3カ所の目撃地点だが、こことここになる。うん、ルーアン南街区にエアレッテンの関所、そしてマーシア孤児院。それがどうかしたの？ここで3つの証言において明確に異なる部分に注目すると、ある事実が浮き彫りになるのだよ。エステル君、その異なる部分とはどこだと思う？3つの証言で明確に異なる部分、それってその通りだ。南街区の不良君の証言では、白い影が去ったのは北東、エアレッテンの兵士の証言では白い影が去ったのは北、そして孤児院の子供の証言では白い影が去ったのは東。そういうことか。なるほどね。幽霊が来た場所が絞られたっていう寸法かよ。そういうことさ。ジェニス王立学園、ここの近辺になるみたいだね。オリビエ、あんたって冴えてるわね。こうなったら幽霊だろうがなんだろうがどっちでもいいって確かめるしかないわね。うん、じゃあ問題ねえな。ああ、本格的に調査してできれば問題を解決してくれ。リベール通信さんはこの先どうするんですか？
そうだな、肝心の市長選の取材もしなくちゃならねえ。よし、トロシー、この件はお前に任せたぞ。はい、わかりました。これでもかってくらい心霊写真を撮ってきます。違うっての、あくまで真相の解明だ。エステルたちについて行って幽霊事件の取材をするんだよ。はあ、なるほど。よくわかりませんけど精一杯頑張ります。ちょっと勝手に話を進めないでよ。まあまあ、写真も提供してもらったし、持ちつ持たれつということで。仕方ねえな。なんかどんどん緊張感がなくなっていくような。でもまあ今回は助かるかな。そういうわけで事件の調査よろしく頼んだぞ。俺はこれから二人の候補にインタビューをかますからな。ただそうだ、エステル、ヨシュアのことは親父さんから少し聞かされた。謎の組織ってのも気になるし、それっぽいニュースが入ったらすぐにギルドに連絡するからな。だからその、まあ、頑張れってことだ。そんじゃな。ダイヤル先輩ってば照れちゃって。カシウスさんから話を聞いて結構ショックだったみたいなの。何か助けになれないかいろいろと考えていたみたいよ。そうなんだ。まったくもう素直じゃないっていうか。という私も取材で気になるネタを拾ったらギルドに連絡を入れるから。だからエステルちゃん、回答おーだからね。うん、ありがとね。それじゃあ王立学園に行くとしますか。王立学園には僕の方から連絡しておこう。それではよろしく頼んだよ。なんていうか今さら突っ込むのもなんだけど、やっぱりオリビエも来るわけね。やだなエステル君。鳥が空を駆け魚が水に遊ぶのと同じくらい当たり前のことだよ。何のために僕が温泉を捨ててエルモから来たと思ってるんだい。ねえアガット、仲間に入れてもいいかな。もう好きにしやがれ。ただし俺はあんたを完全に信用してるわけじゃねえ。妙な真似をしたら容赦なくぶちのめすからな。ふう、それは残念だ。たまには君みたいなワイルドなタイプも悪くないと思ったんだが。はあ安心してくれたまえ、君の信用を勝ち得るまで口説くのは控えることにするよ。してやがる。はあ、なんだかとっても大人の香りでドキドキです。しばらくツッコミ役はアガットに任せとこっと。
皆さん、ひょっとして掲示板を…あ、うん、見たわよ。急ぎの依頼があるみたいだったけど。ええ、今日の日曜学校で講師をお願いしたいんです。どうでしょう、お願いできますかしら。うん、大丈夫よ。あんまり自信ないけど、とりあえずやってみるわ。ありがとうございます。本当に助かりますわ。お願いしていたカルナさんが急に出張になってしまって、もうどうしようかと途方に暮れていたところでしたの。なるほどな、それで急な話になったのか。で、私はどうすればいいの？ええ、まずは臨室へどうぞ。そちらで授業の内容を簡単に説明いたしますわ。なるほどね。うん、授業の進め方は教会のおさらいから始めて、次に遊撃士の職務の説明、最後に子供たちからの質問に正しく答えていけばいいのね。はい、それで結構だと思います。それでは私は授業に戻りますわ。後でお呼びしますから、それまでここでお待ちください。うん、世の中とはわからないものだね。ほう、珍しく気が合うな。俺もそう思ってたとこだぜ。ん？どうしたの二人とも、私の顔になんかついてる？いや、さすがの僕もこれは予想できなかったよ。まさかエステル君が教壇に立つ日が来ようとはね。うんうん、びっくりだよね。ああ、まったくだ。こいつは教えるより教えられるタイプだからな。ずいぶん言ってくれるわね。確かにあんまり自信はないけど、子供たちに教えるくらい大丈夫よ。だといいんだが。じゃ、俺は終わるまで一眠りさせてもらうとするぜ。オリビエたちはどうするの？僕は微力ながらエステル君を応援させてもらうよ。ここの2階からは授業がよく見えるようだからね。おー、ナイスアイディア。私もカメラを持っていこうっと。2人とも邪魔だけはしないでよね。さてと、じゃあこっから先の授業は講師の先生にしてもらうぜ。わざわざ来てくれたんだから、みんな失礼がないようにな。はーい。ではどうぞ。お姉ちゃん誰？今自己紹介するから待っててね。こんにちは。お姉さんはエステル・ブライトって言います。まだまだ新米だけど、遊撃士ってお仕事をやってるのよ。遊撃士なの？嘘、かっこいい。お姉ちゃんっていくつ？おうおう、質問は後でな。まずは先生にここまでの復習から始めてもらうぞ。じゃ、よろしく頼むぜ。じゃあみんな用意はいいかな？早速今日の授業のおさら。最初に私の仕事である遊撃士についてお話しするわね。ブレイザーっていうのは調査と戦闘のスペシャリストなの。そんな私たち遊撃士の主な使命とは、
民間人の保護よ。魔獣退治や犯罪の防止だけでなく、荷物の護衛とか落とし物探しまで、さまざまな形で地域に貢献する仕事など。よし、今のは完璧だったわね。私たち遊撃士の身分には正遊撃士と準遊撃士の2つがあるわ。そのうちの準遊撃士っていうのは、いわば見習いのようなもので、ここで功績を積み重ねて、やがては声優劇士に昇進するわけね。でも声優劇士になってからも、さらにまた別な階級分けがあるの。ランクと呼ばれるもので、その段階は経験や実績に応じて。G 級から A 級まで7段階あるわ。正式な階級はこの7つだけで、昇格が近くなると階級にプラスがつくわ。さらに S 級っていうのもあるけど、それは特別な功績を立てた人物に非公式に与えられる名誉の階級なの。だから一般には A 級位のものが最高ランクの遊撃士になるわ。うん、間違ってないわよね。そんな遊撃士たちを束ねる組織が、みんなも知ってるブレイ。授業で習ったと思うけど、教会はリベール王国だけでなく、大陸のあちこちで活動しているわ。この世界的な組合が設立されたのは、動力革命とほぼ同時代の。50年前のことよ。動力技術と教会の関係は深くて、今でもオーブメント関連財団から資金協力を受けているそうよ。うん、確かそうだったわよね。続いては遊撃士と諸外国との関係についてのお話よ。現在遊撃士協会は大陸全土に支部を構えているけど、教会がここまで拡大できたのは、特定の国家と結びつきのない非政府的な組織であったおかげね。けど実際の活動の中でも、遊撃士協会はいろいろと考えているのよ。例えば国家との対立を防ぐための約束事なんかもきちんと守ってるわ。その中でも一番有名な約束が、国家権力への不干渉よ。つまり国やその機関には手出しをしないってことね。国の内部の問題はあくまでその国の人たちが考えることなの。こういうことに口出しするのは国際的にもルール違反とされているわ。よし、すんなり説明できたわ。教会はこんな風に様々な手段で国家と役割を分担しているのよ。もちろん全てが規約の通りうまく解決するわけじゃないし、緊急事態となれば規約と矛盾する立場に置かれることもあるわよね。でもそんな時も遊撃士たちは原則に従って行動することを求められるわ。つまり私たち遊撃士はいついかなる場合でも、民間人の保護を優先するのよ。このことを第一に考えていれば、自然と正しい行動へと導かれるわ。まあ行動を起こしてみれば、いろいろと問題も出てくるんだけど、
それを乗り越えるのも腕のうちね。よくまとまったわ。以上でおさらいはおしまいよ。どう？みんなわかったかな？うん、これで授業の前半は終わりか。しかしさすがはエステル君だよ。物怖じすることもなく見事に講師を務めているじゃないか。よし、じゃあこっからはお待ちかねの質問タイムだ。講師の先生に聞きたいことがあったらじゃんじゃん手を挙げるんだぞ。それじゃ後半もよろしくな。うん、任せといて。さーて、それじゃあ質問タイムのスタートよ。遊撃士になるにはまずは準遊撃士にならないとね。試験に合格すればなれるけど、その試験を受けるためには。下で基礎的な研修を受けることになるわ。そこで十分に実力をつけた後にようやく準遊撃士になれるのよ。バッチリの回答ね。そっか、16歳になればいいんだね。うん、わかったよ。ありがとう先生。はい先生、質問してもいい？うん、何かな？魔獣って絶対にやっつけなきゃダメなの？すごく可愛いのもいるのに。あ、それはいい質問ね。魔獣への対応は難しいな。でも一般的にはを希望しないような場合には難しい質問だったけど、うまく答えられたみたいね。へえ、なるほどね。僕も質問していいですか？ええ、いいわよ。少し前に空賊団が定期船を襲った事件があったよね。あの時空賊を逮捕したのは王国軍の兵隊さんたちだったの？それとも遊撃士さんたち？定期船リンデ号が襲われた事件のことね。あの時最終的に空賊団を逮捕したのは。
ちょっといいですか。はい、どうぞ。今受験勉強をしていて忘れてしまったんですけど。民間人に対する保護義務は教会規約の第何項でしたっけ。ゲゲ、そんなの覚えてるわけないじゃない。ちょっと待って、民間人に対する保護義務よね。それは確か、僕どうも住み…いいのよ。なんとかしのいだわね。もう質問はない？じゃあ先生質問。今日の授業とはあんまり関係ないんだけど、市長さんが逮捕された時に女王様の飛行船が来たでしょ。あの飛行船ってどれくらい大きいの？全く流れと関係ない質問。女王様の船ってアルセイユ号のことかな。それそれ。すごく大きく見えたけど、どれぐらい大きいのかな。アルセイユの大きさ、前に本か何かで読んだことあったと思うけど。全長32アージュだったかな。ごめん、正直あんまり自信ないかも。間違ってるかもしれないから5本とかで調べてみてちょうだい。そっか、それじゃあ5本も読んでみるね。ありがとう先生。さてと、もう質問はないな。よし、それじゃあこれで講師の先生の授業は終わりだぜ。さ、先生にお礼を言おうか。ありがとうございました。じゃ、まったね。本日はお忙しいところありがとうございました。子供たちも大変喜んでいましたよ。ありがとう。やる前は心配だったけど喜んでもらえてよかったわ。まだ他の授業がありますので、私はこれで失礼いたしますわね。ではまた機会がありましたらよろしくお願いいたしますわ。それ。どうやら無事にやり遂げたみてえだな。どうにか。謙遜することはないさ。見させてもらったが、あっぱれな講師ぶりだったよ。そうだった。それならだ、やっぱり知識不足を実感しちゃったな。細かいこと聞かれるとその度にあたふたしてたし。まあこれから努力するんだな。規約も知らねえ遊撃士なんぞ誰にも信用されねえぞ。そうだよね。頑張ってみるわ。